入学式に先立ちまして、エドワード・エルガー作曲行進曲威風堂々の演奏を行います。演奏は弘前大学フィルハーモニー管弦楽団、指揮は清水稔弘前大学教育学部准教授です。Thank you.
ただいまから令和5年度弘前大学入学式を執り行います。全員ご起立ください。礼。ご着席ください。はじめに本日ご臨席いただきました来賓の方々をご紹介いたします。弘前市長桜田博様でございます。はい、本日はおめでとうございます。弘前大学同窓会会長相馬正英様でございます。以上で来賓のご紹介を終わります。続いて本学の役員及び部局長等の紹介をいたします。学長福田晋作でございます。企画担当理事副学長若林光一でございます。総務担当理事副学長事務局長岡本和久でございます。教育担当理事副学長郡千鶴子でございます。研究担当理事副学長曽我徹でございます。社会連携担当理事副学長橋本康夫でございます。特命担当理事佐野輝夫でございます。人文社会科学部長飯島博次でございます。教育学部長福島博俊でございます。医学部長広田和義でございます。医学部保健学科長斉藤陽子でございます。理工学部長岡崎正明でございます。農学生命科学部長東信之でございます。以上で役員及び部局長等の紹介を終わります。入学許可。令和5年度弘前大学入学者人文社会科学部文化創生課程119名、社会経営課程166名、以上人文社会科学部285名、人文社会科学部入学者起立。人文社会科学部入学者285名の入学を許可します。で、着席。教育学部学校教育教員養成課程149名、養護教諭養成課程22名、以上教育学部171名、教育学部入学者起立。教育学部入学者171名の入学を許可します。礼。着席。農学生命科学部生物学科41名、分子生命科学科41名、食料資源学科57名、国際園芸農学科54名、地域環境工学科30名、以上、農学生命科学部223名、
農学生命科学部入学者起立。農学生命科学部入学者223名の入学を許可します。礼。着席。学長告示。入学生全員起立。礼。着席。告示。桜前線が記録的な速さで北上しており、日本一の桜の景色はすぐそこまで来ています。そのような中、ここ弘前市民会館において4年ぶりに保護者の皆さん、そしてご来賓の方々とともに令和5年度の入学式を挙行できますことは、私たち教職員にとってこの上ない喜びであります。昨年同様、本日出席できなかった新入生並びに関係者の方々に向けてライブ配信を行っています。会場においでの関係者の皆さん、そしてライブ配信をご視聴されている皆さん、どうか一緒に新入生を祝福いただきますようお願い申し上げます。晴れて広大生となられた新入生1398名の皆さんに、まずは謹んでお祝いを申し上げますとともに、弘前大学の新たな構成員となる皆さんを大いに歓迎いたします。皆さん、ご入学誠におめでとうございます。また弘前大学とのご縁を結んでいただいた皆さん、そして保護者の皆さんに心からお礼を申し上げます。末永いお付き合い、どうぞよろしくお願いいたします。およそ6割の新入生の皆さんは青森県以外の出身です。青森県唯一の国立大学がなぜ弘前市にあるのか、はじめに弘前大学の歴史を簡単に紹介させていただきます。弘前大学は旧制弘前高等学校、青森師範学校、そして青森医学専門学校などが母体となって、昭和24年に新制大学として創立されました。これは第二次世界大戦末期にあった青森大空襲が大きく関わっています。青森市にあった青森師範学校と青森医学専門学校が全焼し、その存続を願う関係者、とりわけ空襲の被害を免れた弘前市や地域の有力者の方々のご尽力によって、2つの学校の弘前市への移転が実現し、弘前大学が誕生したのです。このような背景もあって、本日ご来賓の弘前市長をはじめ市民の皆さんは、弘前大学を心から愛し、広大生をいつも優しく見守ってくださっています。そして皆さんが過ごす弘前市は、コンパクトな町並みの中に豊かな自然や高い文化の香りを備えており、学び暮らす町としてもとても魅力的なところです。四季折々に見せる美しい景色やお祭りなど楽しめるイベントが、皆さんの大学生活に彩りと感動を与えてくれるはずです。さて、繰り返す新型コロナウイルス感染拡大の波の中で、皆さんはさまざまな制約と我慢を強いられたことと思います。コロナ禍というかつてない試練を経験しながらも、皆さんは大学受験に挑戦し、
見事弘前大学に合格、今日この日を迎えています。皆さん自身のたゆまぬ努力の賜物でありますが、ご家族や恩師をはじめとする関係者の方々の支援があったからこそ成し得たものでもあります。言うまでもなく、皆さんの最終目標が大学に入学することではないはずです。未来社会を生き抜く知識、知恵、そして適応能力を身につける4年間でなければなりません。であればこそ、晴れて大学生となった今、関係者への感謝の気持ちを忘れずに、自己検査に励む大学生活を送る決意を新たにしていただきたいと思います。皆さんのこれまでの学びのフィールドは、家庭と学校、あるいは予備校が中心で、受け身的な学びがほとんどだったと思います。これからの学びのフィールドは、大学内にとどまらず、地域、国内、そして海外へと、皆さんが望めば無限に広がっていきます。学びのスタイルもまた、自分で授業を組み立て、必要な単位を習得していくなど、自発的な学びが求められます。日常生活も同様です。多くの皆さんが慣れ親しんだ土地、そして何より親元を離れ、一人暮らしを始めます。掃除、洗濯、食事、金銭の管理、サークル、アルバイト、さらにはボランティア活動など、日常生活のすべてを自分の意思かつ自己責任で行わなければなりません。とはいえ、皆さんは社会人としてはまだまだ未熟です。その未熟さにつけ込まれ、大学生が特殊詐欺などの犯罪に巻き込まれるケースが最近増えています。トラブルに巻き込まれたとき、また奨学金や生活費、さらには健康面での不安など、新生活で困ったときには、一人で抱え込まずに、大学の相談窓口に遠慮なく連絡してください。大学の主役は学生の皆さんであり、皆さんの存在で弘前大学は成り立っています。本学の教職員一同が、皆さんの学びと生活を全力で支援することを約束いたします。いよいよ今日から、ここ弘前の地を舞台として、皆さんの新しい物語がスタートします。自主的な学びはもとより、勇気を持ってさまざまなことに挑戦を繰り返す中で、皆さん自身の成長を実感できるような大学生活を心から願っています。皆さんが座っている席の両隣を見てみてください。今、この瞬間から偶然、必然な出会いを楽しみながら、良き師、良き友との絆をたくさん築いていってください。最後になりますが、重ねて大きな祝意を持って皆さんを歓迎するとともに、弘前大学、そして弘前市で学び暮らす学生生活が、一人一人の生涯にわたる貴重な財産となりますよう、心から記念して入学式の告示といたします。令和5年4月5日、弘前大学長、福田晋作。入学生全員起立。礼。着席。来賓祝辞。入学生全員起立。来賓を代表しまして、本学卒業生でもあります弘前市長、
桜田博様よりご祝辞を頂戴いたします。礼。着席。ただいまご紹介をいただきました弘前市長の桜田博でございます。本日ここに令和5年度弘前大学入学式が挙行されるにあたり、晴れてご入学されました皆様にお祝いの言葉を申し上げます。新入生の皆さん、ご入学誠におめでとうございます。皆さんは新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりさまざまな制約を受けた環境の中において、多くの困難を乗り越え見事入学試験を突破されました。そのご努力に対し深く敬意を表します。また今日まで愛情を持って皆さんを支えてこられましたご家族や保護者の皆様に対しましても心からお喜びを申し上げます。皆さんがこれから学生生活を過ごす弘前市は、半世時代以来約400年の歴史を有する城下町であり、津軽地域の政治、経済、文化の中心都市として発展してまいりました。また日本一の生産量を誇るリンゴの産地であるほか、約2600本の桜が弘前公園の中で美しく咲き誇る弘前桜祭りや、300年の歴史を持つ弘前ねぷた祭りなど、国内外から多くの人が訪れる観光都市であり、さらには約1万人の学生が学ぶ学園都市でもあります。中でも弘前大学は学と弘前の中心として、教育、文化、産業、医療など多くの分野で地域の課題解決に取り組まれ、特に現在市や多くの民間企業が参画して進めている弘前大学 COI NEXT は、弘前市が目指す人も町も健康になる健康都市弘前の実現に欠かすことのできない取り組みであり、地域の発展に大きくご貢献をいただいております。また学生が地域課題に目を向けながら地域活動に積極的に取り組まれており、中には学生自らがまちづくり活動の主体となって活躍されている事例もあるなど、学生の力によって町に新たな活力とにぎわいが生まれております。皆さんはこれから弘前大学で幅広い教養や専門知識を学ぶことになりますが、学生生活の中で共に過ごす仲間と共に地域へ踏み出し、弘前の歴史や文化、産業などに触れながら様々な活動を経験していただきたいと思います。さて、地域を取り巻く環境は人口減少や超高齢社会の進展をはじめ、大規模自然災害の発生リスクの高まりや DX デジタルトランスフォーメーションの技術革新など大きく変化してきております。このような複雑多様化する社会情勢の中で、
地域の持続的な成長と発展を実現するためには、これまでの常識や社会システムを柔軟な発想で見直し、幅広い知識と俊敏な行動力をもって、さまざまな課題に挑戦できるような人材が求められております。皆さんには、国内外のさまざまな問題に関心を寄せ、多くの情報と多様な意見や価値観に触れながら、想像力豊かに、信念を持って行動できる人材として成長されることを期待しております。結びに、新入生の皆さん、お一人お一人の学生生活が実り多く、充実したものとなりますとともに、世界に発信し、地域と共に創造するをスローガンに掲げる弘前大学のますますのご発展と、本日ご参会の皆様方のご健勝を記念申し上げまして、祝辞といたします。令和5年4月5日、弘前市長、桜田博士。本日は誠におめでとうございます。入学生全員起立。礼。着席。学生、先生、入学生全員起立。入学生代表、教育学部、池田ひなた。はい。先生、私たちは弘前大学の教育方針に従い、学則を固く守り、主体性をもって深い教養と専門的な学識を身につけ、これからの社会に貢献しうるよう、学生生活を有意義に過ごすことを誓います。入学生代表、教育学部、池田ひなた。一同礼。着席。平式の辞、全員ご起立ください。これをもちまして、令和5年度弘前大学入学式を終了いたします。礼。ご着席ください。それでは退場となります。退場の際に流れる曲は弘前大学学生歌です。誘導係の指示に従い、お忘れ物のないよう気をつけてお帰りください。